連れて赤番手前から後ろ攻め、1番の枠元が追い上げて、そして赤番杉叩きました。東の3人が車を引いて、2分線で1番の枠元が出て前に流します。第3周回の2コーナー、後ろ4番手は4番の大竹、引いてからどのタイミングで仕掛けていくのか。残り1周半を切っています。3コーナーから2センター、しきりに後ろ振り向く枠元、そして4番の大竹、前が緩んでいる間に仕掛けていって、枠元も反応しましたが、先にホーム手前、大竹が叩いて川村、そして5番の亀井も追いついて、叩かれた1番の枠元は酒井が迎えて、4番手まくり返しの勝負になりました。近畿勢最終周回2コーナーです。東勢が先制、バック手前から1番の枠元、二の足を使ってまくり上げる、後ろは酒井、6番長橋ですが、近畿勢は3番手外手こずっている。2センターから4コーナー、酒井は内に降りた。4コーナー直線、先頭大竹、後ろ川村、外から5番の亀井、酒井も打ち突っ込みますが、東勢2番の川村が捉えているかどうか。東のペースになりました。大竹、川村、差し切っているかどうか。ではリプレイです。大竹が4コーナー過ぎ、ホーム手前叩いて、枠元は叩かれ、4番手からまくり返したんですが、このまくりのスピード、3番手外まででした。酒井が内切り替えて、直線は大竹、川村、外を亀井、そして内から中を割って酒井でしたが、大竹マークの最後は2番の川村が差し切っているか。そして4番大竹もよく粘って、あとは3番酒井、中割り、そして5番の亀井がラインマーク。3着争いは接戦、決定お待ちください。1レースでした。アクションを起こして赤番刑事、5番松岡が先に赤番過ぎ、1番の森田を叩いて、そして流します。森田を早めに車を引いて、そして短期の石貞が後方から切り替えて、谷間の5番手に追い上げました。下げた谷本勢は6、7番手、まもなく邪魔を迎えます。松岡が前で流して、森田はどのタイミングで行くか。逃げる松岡、前で流して、番手無風で岩見、3番手中井と中部近畿の3人です。短期の渋谷と石田が集団、1番の森田は後方、6番手足をためながらホーム行きました。山崎と2人、北日本勢まくり上げる。しかし前では5番の松岡ピッチ上げて、1、2コーナー、5番の松岡、そして2番の岩見、その横まで1番の森田が軽快に上がってくる。バックストレッチ、大柄な松岡の横、小柄な1番の森田がまくり上げて、並んできて眼光状態は3コーナー、2センター、5番の松岡踏ん張って、1番の森田、その後ろは2番の岩見が迎えて直線、先頭は松岡、松岡先頭でそのまま押し切ってゴール。1番森田が2着、松岡が力強く盛り返しました。激しいもがき合いでした。ではリプレイル振り返ります。松岡逃げてまくり上げる森田、この2人の争いがバック3コーナー激しく続いて、4番の山崎は岩見にここは裁かれて交代、松岡が内から盛り返し、森田が懸命にそれを追う直線でした。あとは5番松岡、そして1番森田の自力の 1,2 着で3着争いが際どくなりました。中部近畿のマーク陣、岩見の後ろ、外から3番の中井が突っ込んで3着入線か。決定までしばらくお待ちください。第2レースでした。3番細沼、今回は弟子の黒沢選手とドバッセになりました。5番桜井、6番の笹川と関東3人が赤番過ぎ上がっていて誘導退避、一佐には車を引いて、中段には野口、大川の近畿の2人、その野口が早めにジャン前、関東勢3社流しているところ、先に叩いていって野口、大川、後ろ引き切った伊豆谷が後方遅れを取っていましたが、6番手までつけ切って、その勢いで一気にいきます。ジャンの2センター4コーナー、近畿勢が先行体制に入りましたが、後ろから
去年1年間 S 級だったイッサネが叩いてホーム先行です。1番の伊藤、そして大川が叩かれた野口を迎えて近畿は3、4番手、野口が懸命に空いた3番手追いかけます。あとは5番手以降で3頭勢送りを取ってバックストレッチ1本棒です。7番のイッサネフルでもがいて1番の伊藤、3番手逆転なるか野口、さあ差を詰めてきましたが関東勢はまだ後方で4コーナーから直線中部対近畿、後ろから野口が迫っていきますが伊藤を牽制して最後中部勢、イッサネが押し切っているか。接戦になりましたが、イッサニ伊藤、イッサニがよく粘っています。リプレイで振り返りましょう。伊豆谷、伊藤、最終的に近畿勢を叩いた両者、そして叩かれた野口は3番手をキープして、後方からは関東勢、距離を積み落としたんですが、細沼、5番手以降車間が空きました。そして野口が追い込んでいって、中部、伊藤が細かい牽制を見せて、最後横に広がりましたが、イッサニが押し切っています。そして伊藤が牽制をしながら続いて積み寄って2着、あとは2番の野口が3着入線です。決定までしばらくお待ちください。3レースでした。藤井が上昇開始、赤番刑事、近畿3人の横まで中部勢行きます。まずは同期の南を赤番過ぎ叩いた3番の藤井先頭に立ちます。2社の中部勢、そしてそこに乗っていきます北の2人、6番前川、2番の大泉、藤井と前川ともに復帰戦、そして5番の南が下げて5番手になりました。緩んだ感じでジャンの 3,4 コーナー、3番藤井、4番西川、3番手車間を空けている6番の前川、2番大泉、そこを5番手上のバンクを使って追い出しをかけて5番の南はしっかりとこれはまくりに構える展開になりました。藤井が復帰戦、まずは逃げて番手西川、3番手4番手北日本勢、前川が3番手から先にセンター過ぎ仕掛けます。その上をさらに5番の南まくり合う展開です。今日ここまでまくりもなかなか決まっていないオレンジバンクですが、まずは6番の前川で切って、その上を5番の南がやってきて2番手先頭は前川で4コーナー着戦、後ろから南、前川、南が最後は捉えてゴールか。並んでいましたが南が手こずりながら最後捉えているか。ではリプレイでその模様を振り返っていきます。先まくりを離しました3番手前川、車間を切って南に対応、そして詰めていって中部勢をまくりました。そのまくりが決まってさらにその上まくり合う展開になって南、後ろ1番の篠塚は絡まれ、さあ南が6番の前川に最後詰め寄ってゴール前、地元バンクで1着スタートということになったかどうか。わずかに南か、そして6番前川の先まくり、あとは2番の大泉が前川に乗って3着入線です。決定までしばらくお待ちください。4レースでした。中段に人気の西村がいますが、その横を通って赤番です。前では小林が突っ張りながらこれを迎えました。3番の石口が先頭に立って、そして3番手のインに6番の小林がこだわる。そのアウトまで2番の西村が追い上げて、そのまま並走を嫌って先に切ります。近畿勢を切って先頭に立った中部勢、西村、大庭、現在3番手に石口、後方は下げた6番の小林が巻き返す。茨城勢プラス千葉の中曽、東の3人が叩いていって石口の横、さらには西村の横を捉えていきます。近畿オール連隊の西村を捉えたホームで6番の小林です。茨城勢そして千葉の中曽までできて、西村は4番手をキープ、その後ろは大庭、近畿勢がアウトコースから巻き返して空いた4番手をめがけますがバックストレッチ、先頭は小林、番手松永、3番手中曽、そのマーク氏の横まで3番の石口が接近、そのマークは増らず近畿勢の横、さあ4番の松永牽制して直線、先頭は茨城勢、6番の小林から4番の松永抜け出してゴール、4番松永です。独占解消。ではリプレイでその模様を振り返っていきます。小林が叩き返して主導権を握り切りました東勢、そしてまくり上げてきた3番の石口、7番の松田の近畿勢、松永が2度3度牽制をし、そしてうちには中曽が3番手でした。
東勢のペースで進んで石口のまくりは不発、そして西村も今日は大敗ということになりました。4番松永が有利に運んで牽制をし最後は抜け出しています。あとはどうでしょう、東で上位独占か、マーク突き抜けて1番の中曽が優勢の2着、あとは逃げた6番の小林が3着入線、好内容でした。決定をお待ちください。第5レースでした。3番の佐藤、アウトコースから追い上げた6番の佐山、佐山の追い上げに反応した佐藤も前々に踏みますが、ここは送り出します。近畿勢プラス神奈川の小菅が3番手について、3番佐藤は無理をせず4番手に一旦下げます。6車立て残り1周半、鐘が鳴り始めて6番の佐山少し後ろを確認しながら、ここは主導権を握っていきます。2番の畑田2番手、ここは腕の見せ所、そして4番の小菅、3番佐藤は足を溜めてまくり勝負になります。残り1周切って前回は6番の佐山です。後ろに機動力ある2番の畑田がついて、そして4番の小菅、後ろ2コーナー手前から3番の佐藤のまくり貸し、いいスピード反応した2番の畑田ですが、畑田の上3番の佐藤少しもすれていく、牛に固まって6番佐山まだ先頭、後ろから2番の畑田、そして小菅にあとは5番の佐々木でしょうか、おっと落車あった、先頭は2番の畑田、畑田先頭ゴールイン、そして4番小菅。6番の佐山が逃げて、そしていいスピードで2コーナー手前から仕掛けていった3番の佐藤のライン、その時点でもう5番の佐々木は内に切り替えていましたが、2番の畑田、4番小菅も内から来られましたが、踏ん張って畑田の抜け出し、そしてそのマークだった小菅が踏ん張り、あとは6番の佐山も粘って3着入線、1番の鹿内が4着入線と、2番畑田、4番小菅、6番佐山、そして1番の鹿内4着入線です。このレースは5番の佐々木が競争を棄権しています。ところです。向かい風のホーム、大都市が前で受けて後ろをしきりに振り向いています。内外を確認して、そして2番の近藤はまだ動いていません。4番手のまま誘導との車間をかなり切った6番の大都市、6車立て間もなく打鐘です。すんなりマークは1番の追、3番手ラインマークで西本、そして2番の近藤が上のバンクを使って追い出しをかけます。誘導外れて6番の大都市がそのまま前受けからかけることになりました。伊藤の最終日はこの大都市に乗って追が抜け出して1着を取っています。その追が番手、3番手に西本、4番手は車間を詰めてくる2番の近藤、1センター2コーナーと踏み上げて難関勢の巻き返し、筒井が車間を切って対応しましたがバックストレッチ、難関勢できります。2番の近藤、そして4番新田、インコースは切り替えた筒井が潜り込んで、さあ盛り返して4コーナー直線、先頭は筒井と近藤、外からは4番新田並んできて1番の最後は追加、筒井が盛り返して最後は2番の近藤に対して先着をしているかどうか。ではリプレイで振り返ります。6番の大都市の逃げでした。番手は車間を切って筒井、その2番の近藤のまくりに反応して、この時点では少し1車近く2番の近藤ができようかというところだったんですが、内からやはり自力ありました。1番の筒井盛り返して、あとは難関勢近藤、新田、白戸と外踏んでいたんですが、筒井の盛り返し、大都市の頑張りに応えました。そして2着入線が粘った2番の近藤、あとはそれに続いて外追い込んだ4番の新田。決定までしばらくお待ちください。第7レースの模様でした。後ろからまず大沢を連れて片折が赤番杉石塚を叩きます。誘導外れて近畿中部ラインは車を引いていきます。短期の坂口は乗り換えて埼玉勢を追っての3番手、下げた石塚はそれでも4番手があります。
6射立て、片織がまずは叩いていって流して邪を迎えます。3番手に短期で坂口、そして4番手は下げた石塚、その後ろに人気の川村、そして愛知の水谷です。上のバンクを使って2センター4コーナー踏み込んでいきます。片織を叩きに4コーナーホームとかましていった1番の石塚、そして5番の川村が追走して3番の水谷までできりました。近畿中部ラインです。川村が2番手、そして4番の片織が叩かれて4番手です。2分線で1番の石塚がまずは抜け出して車間を詰めて5番の川村この後行きそうです。3番手が水谷、近畿中部ラインさあこのまま上位6戦が直線、先頭は石塚、番手は川村、川村が最後はちょい差しでゴール。人気に応えています近畿両者。川村最後は捉えているか。ではリプレイで振り返ります。石塚逃げて、そして一車身近く開けて5番の川村、3番の水谷が追いかけました。あとは叩かれた片織、巻き返すまくりはありませんで、このまま一本棒の状態で4コーナー直線でした。石塚、そして川村に3番の水谷も食い下がって、最後は川村が測ったかのように最後石塚を捉えています。そして石塚も残って2着、人気サイドの近畿中部ラインという決着です。3番の水谷3着入線、決定までしばらくお待ちください。8レースでした。3.6 倍、残り2周を切ります。4番手からまずは動き始めて3番の朝倉、ただ前段では北陸ラインが突っ張って5番の吉川が行きます。1番の北野がブロックをして3番の朝倉が一旦外に浮きました。もう一度元の4番手に戻るのか、現在3番手外並走で朝倉4番手に戻ります。突っ張った中部勢、5番吉川、さばいた北野、3番手岩本、中部3人がまずは先制、そして3番の朝倉立て直して4番手からもう一度ホーム行きました。後ろから関東勢の仕掛け直し、番手来たのがもう一度ブロックに行く。さあ3番の朝倉が手こずっている。今度は4番の岩本が朝倉に牽制、3番手外並走、関東勢苦しい流れ、バックストレッチ、5番の吉川、番手は牽制する北野、北野が再三三四郎形成。さあそして7番の上原が外に持ち出して直線、先頭は5番の吉川先頭、さばいた北野が抜け出して、あとは7番の上原、北野と上原接戦、両ラインの番手の選手が最後は抜け出し合い。リプレイでその模様振り返っていきましょう。北野の動き激しかった。あとは4番、岩本も3番手で牽制をした。3番の朝倉がとうとうできれず。再度仕掛けた朝倉、そして上原がアウトコースから踏み込んで直線でした。北陸ペースで1番の北野。しかし7番の上原が直線伸びてきて、この両者。まずは番手から北野が抜け出して、そして7番の上原の強襲、内では5番の吉川もよく粘っています。決定までしばらくお待ちください。第9レースでした。封じます。ここで赤番、1番の黒沢もインコースから突っ張ります。誘導対比で埼玉勢突っ張りましたが、5番の北野との踏み合いになりました。ここは内から盛り返して黒沢が先手譲らないか。そして4番の池田、3番高橋、遅れていた6番の柴田ももう一度内へ攻めていって4番手、そのアウトコース切り替えた山口です。山口がさらに3番手追い上げとしましたが、高橋がここはさばきに行く。山口が浮いて、ここは6番の柴田と今度山口が4番手で絡み合っています。それを尻目に1番の黒沢が逃げて、番手は無風で4番の池田、3番でさばいた3番高橋、そして2番の山口が足を使いながら4番手をダッシュ、バックストレッチです。1番の黒沢、4番池田、そして3番高橋、その後ろから2番の山口、足が残っているかどうか。2センター4コーナー、1番黒沢先頭で直線、1番黒沢、番手4番の池田、余裕がある。池田が最後かわしてゴールか。並んだ接戦です。黒沢もよく粘って、あとは4番池田が積み寄ってかわしているかどうか。気悪くなりました。リプレイです。
難関勢のところ少しもつれて、3番手は高橋がさばき、そして4番手もつれていたんですが、山口が力ずくで奪い切って、その山口も4番手からさらに行こうとしたんですが、前段は関東難関ペースでした。1番黒沢、4番池田、そして間から狭いところ山口がこじ開けようとしたんですが、内に高橋もまた締め込んで、まずは1着争いは埼玉両者接戦。黒沢がよく粘っています。そして4番池田積み寄って並んできたところがゴール。あとは3着争いも山口と高橋が接戦で、狭いところを突っ込んできた山口の方が若干優勢か。ただ気悪くなっています。決定までしばらくお待ちください。第10レースの模様でした。小峰がまず上がっていって、早くも寺崎の横まで赤番前来ました。残り2周です。前段に人気の近畿勢ですが、抑え込んで関東勢、小峰がまずは赤番過ぎ叩いて、そして緩めます。中段の外まで難関3車が追い上げて、寺崎はあっさりと車を引いて6番手、最後方岡崎です。まずは関東勢、小峰と吉田が前で流して、まもなくジャン、そして3番でかなり車間を空けました。4番菅原、別線の後ろ寺崎を警戒しています。かなり縦長の展開になって、ジャンの2センターから4コーナー、逃げるのが小峰、番手吉田、そして3番で車間を詰めてきて、4番の菅原がやってきてホーム過ぎ、関東勢を捉えに行きます。まだ寺崎は後方、先頭は 1,2 コーナー4番の菅原です。後ろから五十嵐、そして2番の寺崎がすごいスピードやってきました。バックストレッチ残り200、これはスピードが違う。1番の五十嵐が牽制しきれない。7番の岡崎がぴったりついて、近畿勢人気の2人抜け出して2センター4コーナー直線、先頭は寺崎、後ろ岡崎、岡崎積み寄って並んでゴール、どうだ、かわしているかどうか、際どくなりました。寺崎のスピードまくりに食らいつき、ついていって岡崎が捉えているか、並んでいます。リプレイで振り返りましょう。寺崎のまくり、勢いが違いました。まずは空いた4番手、さらには難関勢の3番手、番手の五十嵐も牽制しようとしたんですが、スピード違いました。2センターで捉えて岡崎がぴったりでした。その岡崎がこのスピードある寺崎のまくりに乗って、最後ハンドル投げたところがゴール。一着争いはどうか。押し切り目が一番人気でしたが、岡崎が捉えているか。寺崎がしかしまくり残って、あとは1番の五十嵐が抜け出して3着入線です。決定までしばらくお待ちください。第11レースでした。まずは東の3人が動き始めて赤番です。稲毛を叩いた7番の高橋、前に立ってから少し後ろを確認して流します。吉田はその先手台に乗って4番手、下げた近畿勢は5番手以降、京都勢を連れた6番の稲毛、反撃は必死、ジャンを迎えます。その稲毛がジャンすぎスパート、稲垣村上を連れて、高橋が流している間に2センター4コーナー、その高橋も反応して、番手3番芦沢牽制、稲毛がなかなかできれない、2番手外で止まります。先頭は高橋突っ張って、3番の芦沢牽制、3番手神山、そしてその後ろ切り替えた京都勢4、5番手、後ろから1番の吉田が仕掛けますが、稲垣も2コーナー過ぎ、村上を連れて仕掛けます。バックストレッチ、先頭は高橋、2番手芦沢、そのよう2番の稲垣、さらには村上、京都勢が2、3番手へばりついて4コーナーから直線、さばいた3番芦沢直線コース、高橋が後続の後ろを尻に押し切ってゴール。最後は高橋です。後ろがもつれて最後はまんまと逃げ切り。ではリプレイで振り返ります。後ろもつれました。吉田も仕掛けましたが、合わせて2番の稲垣もやはり村上が後ろにいて仕掛けないわけにはいきません。そこを3番の芦沢が今度は稲垣に牽制、神山も村上に絡んで 2,3 番手はかなり激しくもつれました。そこを高橋が後ろもつれている間にそのままゴールを1着で駆け抜けたようです。高橋、そしてさばきにさばいていった芦沢、さらには5番の神山も村上をさばいて、内側最後3着続いたか。東の3人、決定までしばらくお待ちください。第12レースでした。